それでではまず最初に加藤先生です神奈川県立がんセンター呼吸器内科加藤輝文先生の方には肺がんの化学療法分子標的薬治療についてご講演いただきたいと思います。加藤先生は1991年に京都大学を卒業されその後天理,ならず天理よろず相談所病院国立がん研究センター中央病院を経て2008年より神奈川県立循環器呼吸器病センターにて勤務され肺がつ包換診経を 臨床研究所を開設され患者さん一人一人に特性と希望に沿った治療と成績の向上を目標に多くの臨床研究に関わられております専門分野は肺がんに対する分子標的薬免疫チェックポイント治療薬の開発に加えて施設の特性を生かした間質肺炎合併肺がんに対する治療や薬剤性間質肺炎を中心とした副作用マネージメントに関する研究啓発活動を行っております 加藤先生と僕も少しだけがんセンターで一緒に働いたことがありますけれども何かあったらは加藤先生に相談するぐらい加藤先生はもともと呼吸器の方でえかなり卓越した臨床能力を持たれていたんですがまあその後、癌の方にえ診療の中心を移されまして現在大活躍しておりましていろいろなところでもご講演いただいているんですが今日はこちらのキャンサーネットジャパンの方にご登壇いただけることになりました。それでは加藤先生よろししくお願いいたします 先生ご丁寧にご紹介ありがとうございます。えっと、皆さん、こんにちは。えー、夏の非常に暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。この私の,外あの背中側にはあの窓があるんですがすごい熱気でしてあのこの部屋がいいですね、えっとあの。私に今日与えられたテーマは肺がんの薬物療法のうち化学療法と分子標的薬であります。あの とても今肺がんの化学療法というのは多岐にわたるようになりましてとてもですねお話をしきれる内容ではないということで特に現在注目を浴びておりますというかいろいろな意味で皆さんに情報を聞いていただきたい免疫療法については私の次に佐々木先生からご講演いただきますですので私はその免疫チェックポイント阻害薬を除きましてのきました内容で えっと主なテーマとしまして私からは、えー、化学療法と分子標的薬なんでありますがまずその前に薬物療法はどのような ああものなのかという総論的なことを少しお話しさせていただいて2つの薬剤について系統についてお話しますと同時にその今日の話の中に秘められたますといいますか皆さんに知っていただきたい共通したテーマというのがございましてそれは今薬物療法が着々と進化をしているということでありましてその進化のスピードが非常に速い状況になっておりますで、その、えー、今日2016年の8月の時点でのお話を申し上げたいんでありますが 先月までとそれからここ三ヶ月ほどでまた新しいお薬が加わってくるために治療の体系というのは徐々に徐々に変わってきますですので今日の話がもう来週,来週というのは言い過ぎでしょうか数ヶ月ですぐに古くなってしまうのでまず基本になる考え方の部分に今日重きを置かせていただきたいと思いますもう一つのキーワードは個別化治療というテーマであります プリシジョンメディシンという英語で米国から発せられた米国のババ大統領から発せられたことで皆さんお聞き及びかもしれませんが個別化治療もう少し前にはオーダーメイド治療とかテイラーメイド治療といった言い方をされていますお一人お一人の患者さんによってがんの治療性質みんな違っているのでお一人お一人に合った形で治療を組み立てていくという考え方でありますそしてこれは今日の Q&A で皆さんとお話しすることになるかもしれません 私どもからお伝えできる科学的な情報というのはどこまでいっても科学的な情報でありまして何を申し上げたいかというと科学的な情報というのは科学というのは一般的なな法則になりますたくさんの患者さん例えば肺がんは年間私ども日本で10万人の患者さんが新しく肺がんに罹患されることを考えますと肺がんに,治療に対する治療ということでは10万人の平均値的なお話しかできないわけですがお一人お一人には。 全く別の状況があるのでその科学的な客観的な事実ということとお一人お一人皆さんにどういった治療を選択するかというのは別な問題になってきます是非ともその科学的な事実と皆さんご自身の希望あるいは特性をどのように融合させていくかということは最終的には主治医の先生方のチームとの対話ということが重要になるかとと思いいいいますす今日はその対話をするたためにに必要なな基礎的な知識という,ふうにご理解いただければよろしいかと思います。 まず最初に現在の肺がんの疫学的な状況です今お話し,しました通り罹患数は年間10万人を超えておりまして予想よりも少し早いスピードで増えてきています障害罹患率は男性ですと日本人で今7.4%、まあ、100人のお子さんのうち7.4%が一生涯のうちに7.4人の方が肺がんになりますという計算で決して無視できない数字ではあります リスク因子というのが肺がんは比較的昔から分かっています。喫煙というのが最も有名であります。さらに喫煙に関連したような疾患、COPD、肺気腫とも言われますが、そういった疾患、あるいは間質性肺炎、肺腺症といったようなご病気をお持ちの方も、おそらくリスク因子が共通であるということだと思いますが、あ、肺がんになりやすいことが分かっています。喫煙に関しては、喫煙開始年齢が若いほどリスクが高い、それから禁煙することによって、 もうかなり知った方でも肺がんのリスクは減らせますし若い時期にやめればそのリスクは低下さらにさせられるということですので一時予防という概念に近いでしょうけれども喫煙をしないそれから喫煙している方には今からでもやめていただくということが実は肺がんの予防にとって非常に重要であります。これは年年の頃頃ですね2005年頃に 今後その肺がんの罹患数がどの程度増えるかという予測を行われたものであります2005年の時点で肺がんの罹患数は罹患といいますのは1年間に何名の新しい患者さんが国内で発症してしまうかということですが8万人でしたでその当時の予想としては2015年昨年には10万人に満たないだろうと思われていましたが昨年の統計ですでに11万ということですので。 えー、予想よりも増増ええてきててきしまっていまっいすなぜ肺がのの罹患数が増えるのか実は65歳よりも若いい方は減ってきてきますこれは男性の喫煙率が少しずつ減ってきていることによると思いますけれども喫煙というファクターを減らすことによって全体としての新しい肺がんの患者さんの数は今ぐらいがピークでこの後はだんだん減っていくことがほぼ間違いないんですがこれがですねもう一つの問題。 高齢化という問題がありまして肺がんはタバコだけでは実は発症するとは限らないですさらにもうプラスアルファの因子として加齢現象に代表されるような刺激がですねタバコ以外のプラスアルファというところが必要になりますここについて少し詳しくお話しさせていただきますご存知の通り 私たちの体の様々な設計図にあたるものは遺伝子と言われています。その遺伝子がどのように書かれているかというものが DNA デオキシリボ核酸という,もう本当に化学物質そのものなのでありますがそれが遺伝子ということで将来あるいは今の私たちの細胞の構造やその機能などが全て決まっています。ここの体の遺伝体の体設計図が遺伝子であるというこの 私たちが人という種で生きていくために、あまりにも基本的なことがですね。実は発ガンという問題と切っては切っても切り離せないことになります。よく考えてきました。実は発ガンというのは私たちが人間として生まれてから生きていく中で、このこの自然界といいますか地球上で生きていくと発ガンという現象はある意味必然とも言わざるを得ない状況があります。ここに細胞私たちの体の一つの細胞 をイメージしていただきたいと思います細胞というのは最初受精卵から始まってどん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 大きくなっていってで分化いろいろな機能に分化して私たちの体を形作っていますので細胞というものには分裂して増える能力というものが備わっています分裂して増えなければ私たちは生まれてきません受精卵のままでは今のようなことにならないつまり細胞というのは必ず分裂する能力を持っています でその設計図は遺伝子でありますただどん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 増えていっては困るので適正な大きさに私たちの体それからそれぞれの臓器それぞれのいろいろな細胞の大きさ形文化っていうのは一定のところで止まってくれないといけないのでどんどん大きくなったらそこで止まる。例えば怪我をなさって 皮膚が欠けちゃったとしますそうすると周りの細胞がだんだん増殖をしてきてそこに一定のところまで傷が収まったと傷が塞がったところで増殖を止めてくれるというように私たちが生きていくために必要な分裂能力というのは実は生まれて大人になった後も欠損した臓器の修復というような形でお分かりのとおり実は分裂,して能力という分裂して増える能力のを持っていますこれは細胞の基本なんであります。 ところが私たちは生まれてこの世に生を受けた後その瞬間からといいますか厳密に言うと実はお母さんたちの体内にいる時からさまざまな環境というものにさらされてきます化学物質ウイルスあるいは自然界の放射線そういったものに影響されて必ず毎日毎日といいますか本当はもう病単位でだと思いますが細胞の遺伝子設計図に傷が入っていくわけですこれウイルスのつもりです。 それからあさまざまな化学物質電離放射線などによって傷がついていきますしかしそのちゃんと私たちが人として進化していく中で、えー、対応力というのも私たちの体あるいは細胞に備わっています傷んだ設計図を修復するそういったメカニズム代表的なものにがん抑制遺伝子と呼ばれるものの仲間がありますこれは何かというと そのまま遺伝子に傷があると間違った製品ができてしまう間違ったタンパク質ができてしまうためにそれを書き換えるる修復すす機能がありますでちゃんと修復することによって傷んだ細胞の中の遺伝子は元に戻るわけですがこれがちょっとならちゃんと修正できていきますがどん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 何度も何度も あの自然界からはさまざまな刺激を受け続けるためにもうその修復がしきれないあるいは急いで修復するために間違ったこう手直しをしてしまうといったようなことが体の中に蓄積されていくとこれががきちんとししした管理をすする力が破綻してましまいますそれでがん抑制遺伝子などが抑えきれなくなってがん化という現象が起こってくると考えられています。 がん化が起こりますともともと細胞が持っていた物質である分裂をする力というのがコントロールが効かなくなりますので暴走してそんなに増えなくてもいい肺の中の細胞が増えてしまって周りの臓器を圧迫するほどにがんと言われるような病気になってしまうということなんであります。 これもさまざまな最近発見がありましてどうもそのがん抑制遺伝子というところのファクターがもともと少し弱いそういう場合にはわずかな刺激によって発がんを起こしてしまうので大人になってずっと長い間環境にさらされるよりも前にがん化が起こってしまうんではないかと考えられています。一旦ががが起こってててもももううつ実は大きな私たちの抑止力あありりままししそれががん免疫という機能でありますがん化しても 異物として排除していくことによって、癌はもうあのなくなるということなんでありますが、この顔免疫のが弱められて、癌化してきたことに対する治療薬として免疫チェックポイント阻害剤というものがありますので、ここについては詳しく、後ほどまた先先生からお話しいただきたいと思います。日本の患者さんがんの患者さんたちの調査をします。と、がん発症に関わる要因として分かってきたものは、やはり実は。 喫煙というものが一番大きいこれはがん、肺がんだけではなくて全てのがん種なんでありますがだいたい喫煙をもしやめたら30%ぐらい癌化するリスクが減るだろうと考えられているわけです特に男性の方ですねさらに少し日本というのはアジアの一国でありまして、えー、欧米のデータに比べると感染性要因というのが若干多い傾向がありますので これは例えば肝臓がんですとか一部の子宮がんなどでご存知だと思いますがウイルス感染が,がん化に関わっていいるということが分かっていますこういった感染性の要因と喫煙というのは今後の私たちの生活習慣の改善あるいは環境の改善によって将来がんを減らすことができる要因として今注目されその予防をしていくということになります。この今日ここまでがん化がん がんになりやすいということについて詳しく見ていただいたんですがこれこそがこれからどのようにがんを治していくかということと結びつくので少し長くなりましたが聞いていてたただきましたさて実際にがんの診断なんでありますが、えー、昔はですねがんの診断というのは痰から出てきた 胆から出てきたんですが、胆を取っていただいて、でそれを顕微鏡で見て、はい癌だって言って、それでもう癌の治療をしていた時代がございます。実際私どもが研修をしてきた1990年代の前半はそんなことが普通に行われていました。ところが今はもうとてもそれだけでは的確な癌診断ができない。癌だということは分かりましたが、どういったタイプで どういった特徴を持っているのかということまではたからこぼれてくるだけの細胞では分からないものですから必ず肺の組織を取って顕微鏡で見ますさらに免疫組織化学染色という方法でそのがん細胞の表面にあるタンパク質の形状や性質,形状や性質を調べて分類をしさらに遺伝子の特徴どのような特徴を持っているかということまで調べて 診断といいううのができきるようになってきていますこの免疫組織科学あるいは遺伝子診断ということでお気づきのとおりこれ全部科学技術の発展によってがんの診断の水準というのもどん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 上がってきています。でいいことなんですが僕たちは大変でありましてもうう分類学がどんどんんん変わっていっててしまうんです例えば図の左にはつい最近まで一般的に用いていました WHO の 肺がん分類1999年版というものなんでありますが皆さんおそらく多くの方が聞き及呼びである非小細胞肺がんという概念はこの1999年版ですと「腺、まあ、がん扁平状肥がん大細胞がん」という、まあ、この3つ小細胞がん以外は化学療法に対する反応あるいは放射線に対する感受性というものが大体似通ったものだという大雑把な 治療にに対する概念とととしててつまとめて非小細胞肺がんいいう,ふうに呼んでいたこういったものが長く続いていたんですがだん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 タンパク質や遺伝子のことが分かってくるとですねいくつかの変化があって実は2015年版昨年からあのもう新しい分類が始まっていまして大細胞がんのうちの一部大細胞神経内分泌がんや小細胞がんなどを合わせて 神経内分泌ネットというそういった分類を作ろうということができていて実は学問の上ではもう変わっているんですが2015年版の下の肺がん学会日本の肺がん学会は出版がまだ間に合いません。ということでウェブ上でだけ見ていただく形で日本でもこの分類を応用しようということになっていくんでありますがもう出版というスピードではですね追いつかないぐらい。 今科学のの発展といいうのは早くなっていって私たちはもう99年版じゃなくて2015年版で動かないといけないんですが実は来年またマイナーチェンジがあるようなこともありましてこれからですねもうね年々変わっていってしまうということであります。科学の発展は嬉しいんですすけど大変でありますでさらに皆さんご自身のがんを調べていった時によくわからないあの非扁平上皮非小細胞肺がんという 分類があることとにお気づきかと思いますがこれも1999年版に基づいているだけではなくてですねこの99年版の分類で「腺がんと扁平上皮癌って書けば簡単なんですけども実際には肺の手術のようにたくさん取ってしまうとがんの全体像が見えるのでこれは腺がんだあるいはこれは扁平上皮癌だという合意が取れるんですけども実際には癌って部分部分によってさまざまに変化しているので。 カメラや CT ガイド政形で部分的な細胞を取っただけではですねそれは大きながんの一部しか取れていないので本当に線がんなのか扁平上肥がんなのかわからないことがまん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 ございますですので非小細胞肺がん以上は診断としては言えませんといったような分類学というのは実際にはただ私どもの臨床の中にはあります。そういうい がんか扁平上皮がんかわからない非小細胞肺がんという便宜上の分類は今もありましてでも扁平上皮がんの特徴はないねという分かりました非非非扁扁平平上皮、非扁平非小細胞肺がんというそういうカテゴリーがあってそういった臨床上の実際には使いやすい概念を使って抗がん剤の治療研究を進めていくのでこの薬は非扁平上皮、非小細胞肺がんの方に適用ですという。 非常に複雑なんですけど、ほぼほぼ腺癌に近い言葉だと考えていますが、腺癌という完全なクライテリアを満たさずともこの概念に入ってくるところがこの辺りのややこしさであります。こういうですね、年々の変化でややこしいだけではなく、すみませんもう一つややこしさついでに見ていただきたいのが、あのどれぐらいややこしいか。2000年頃には非小細胞外し非非非 非小細胞方針はところが今これだけのたくさんのドライバー遺伝子と呼ばれるそのがの肺がんの患者さんの中にはさまざまな分類ができるようになってまして実際に今治療ができるのは EGFR と ALK という2つなんでありますが治験新薬の治験の中においてはここに書いてある小さな ハーツ、メット、d b ラフといったようなものに対するものも一つずつそれぞれに対した新しい試験を今試みられている状況でありますのでそんなに遠くない将来一般のの診療療標準治とととしててもここういいいった個別化がななされていくことになると思いますですので肺がんというふうに肺がんは10万人の患者さんがいらっしゃるとお話したんですが実はかなりお一人お一人が違っていることが分かっています。 ですのでできるだけ正確な診断をしていくために場合によってはもう一回気管式をしましょうあるいは手術をしてでも診断をしましょうという形でなかなか治療にどうして先生早く治療に移ってくれないんですかと言われながら私どもが診断を進めていくのにはこういったその皆さんのがんがどのタイプなのかというのをできるだけ追求しておきたいということが背景にあります。さてここままででがが総論なんでありますが薬物療法 ままだ続きますややこしい話ですこれ2006年に私が勤務病院で実際に用いる薬剤ということで一覧表を作りました随分い,いっぱいあるんですが2016年この前作り直したらこんなにありましてもう見えませんねはい見えないようにしてるわけではありませんが本当に覚えられないですで私は今がんセンターという勤務病院におりますが実は がんセンターでない一般のの呼吸器内科の先生たくさん肺がんの治療してらっしゃいますしもっと言えば地域によっては内科の先生が消化器がんをメインでしながら内視鏡の治療しながら肺がんの専門がいないからじゃあ僕が一緒に肺がんの治療をするよと言って頑張って治療してくださっている方もあるんですがこれ頭に入れるのもうちょっと限界じゃないかな。 ていかいや正直にと僕肺がん専門でもそろそろ限界だと思ってます。全部覚えきれません。こういう状況にあるので、今肺がんの治療というのはあのとても進歩というのはあの夢を語れるようで嬉しいんですが、現実としてはマネジメントという意味では、そろそろ個人でできるマネジメントの限界に近いところに来たかなと思います。今年1年は特に新薬が次々と出てくる1年でありまして、嬉しいといえば嬉しいですが、新しい知識がどんどん必要になるので、皆さん。 先生たちはあんま責めないでほしいんです。ものすごい勢いで情報が増えてきてしますで、まあ、大雑把にこのたくさんの薬を3つに分類するところから始めたいと思います。で、その肺がんの個別のお薬ではなく、全体の分類について知っていただきたいんですが、まずこれ先ほど細胞には分裂をする力がありますが、眼化をするとその分裂を管理する力が破綻してます。 を覚えていただいてましたでしょうかここのポイントをどうやって薬で攻めていくかという意味でま大きな大きく分けて3つの戦略があります1つはまず分裂を止めようと細胞が分裂するのを止めようという考え方であります皆さんお気づきの通り細胞分裂を止めれば癌は小さくなるけど例えば白血球も分裂をしないから白血球が下がっちゃいますもう根の細胞も分裂をしなくなるから脱毛してしまいます そういう古典的な抗がん剤え、細胞性抗がん剤というのは、この基本的な考え方に基づいています。続いて分裂の管理の管理力を回復させよう。これは正しい形にもうこれ以上増えなくていいのに増えるようなメカニズムをきちんと止めようという考え方。これは分子標的薬というものになってきますし、もう異物として排除してしまう。これが免疫チェックポイント阻害剤。 それぞれの大きく分けた三系統のお薬は。こういった考え方が基礎にあるんだということをご理解いただけますでしょうか。もう少し深くお話ししてみます。化学療法。私どもがケモケモと呼んでますが、そのケモセラピーの元も々ともとはケミカルという。化学物質という言葉から派生したものであります。昔はマスタードガスという毒ガスですね。本来は。 まあ殺人兵器であったような薬剤の特徴をうまくがん細胞をやっつけるようにしていたのが抗がん剤の歴史の始まりなんでありますがそのケミカルというものから派生した薬剤です無機構造亀の甲なんかはご覧いただけますでしょうか無機的な構造をしています DNA の障害つまり遺伝子が増えて 細胞分裂をしていくその DNA の倍化現象っていうのがあるんですがそれを止めることによってもう細胞分裂させないということと細胞が2つに分かれていく時に誘導するための機能をですね抑えていこうというのが主なこの細胞障害性抗がん剤の考え方でありますですからここの薬剤というのは基本的にはがん細胞以外の 細胞分裂も抑えるために副作用というものの多くがその細胞分裂を抑えることによって出るものだということが理解できるかと思います。2つ目の系統が分子標的薬これはその分裂の管理能をもう一回復活させようということでありまして、えー、本来はどん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 細胞が増えていってもう十分になったら止まればいいんですけどその細胞が 増えるメカニズムの指令を受け取る細胞の表面にアンテナがついているんですけどこのアンテナが指令を受け取らないのにどんどん増やせどんどん増えろというのがいくつかのドライバー遺伝子と呼ばれる発がんのメカニズムでありましてそこをちゃんとブロックするというものであります。イレッサをで代表されるような分子標的薬がこの細胞内シグナル伝達障害をもたらすことによって薬効をきたします。それから免疫チェックポイント阻害剤 これは細胞内ではなくてですね。今までの二つは二つと両方とも細胞内のメカニズムでしたが、これは。細胞と細胞の間の、私たちの体全体がシステムというふうに考えて。がん細胞をきちんと排除しようというところの機能を正常化するような働きであります。ケミカル、それから二番目は分子生物学と書きました。三番目は意味のオロチと書きました。これいずれも。 千九百八十年代、九十年代、二千年代と。高度に進んできた、ああ、医学生物学の発展によって見出されたような考えであります。そろそろ、皆さん、あの。分かったような、分からないようなところに来ましたですか。あの、少しですね、現実的な即した、か、お話に移りたいと思います。今の三系統の薬剤、それから実際にはもう何重という抗がん剤は、実は。 皆さんのすべての患者さんにすべて投与されることがも予想されているわけではありませんがんの抗がん剤治療としては大きく分けて今は一時治療それから二次治療以降といったように分けられます一時治療という言葉はなかなか辛い言葉でありましてもし1回の治療で完全に癌が,が完治できるのであれば一時ではなく最終治療と言えるんですけれども ななかなか今1回の治療で全てのがんを駆逐することができないために効果があるかどうかあれば続けていただくわけですがどこかで効果が落ちていってしまうことも現実の中でもし効果が落ちたら次の治療に移ろうということでなな二次治療へのステップとということが重要になってきます先ほどの,その化学療法分子標的治療薬というのはいろんな形で組み合わせていくんですけれども主な 最も今数の上で多い非扁平上皮非,非小細胞肺がんに用いられる標準的な治療のレジメンのごく一部をスライドにいたしましたこれはごく一部ですガイドラインなどが公開されているのでご覧いただくともっともっといっぱい書いてありますでただ簡単に覚えていただくためにはですね一次治療というのは全ての薬剤の左側に「なんとかプラチン」と書いてありましてプラチナ 白菌を含んだ抗がん剤というのがこの非小細胞肺がんの薬剤のキーになっていますので白菌製剤というものを含めるのが一番推奨されています白菌製剤とプラスアルファとしてさまざまな薬剤を組み合わせるというのが一次治療の基本的な考え方であります続きまして二次治療ですけれども二次治療は 単剤治療というのが基本ですドセタキセルペメトレキセドというのが長らく使われていましたが最近になってニボルマブ免疫チェックポイント阻害薬さらについ先頃ですけれどもドセタキセルにラムシルマブを併用することによって従来の治療よりも効果が高いということが分かってきましたので2次治療も複数の薬剤の中から選ぶあるいは複数の併用治療というような状況になってきてそろそろ覚えきれない。 ですよね。覚えられないんです。私たちもどう考えていいか非常にわからないんですけども。あの大きな基本的には一次治療はプラチナを用いた併用治療をお勧めします。二次治療は断剤治療をしていこうということになります。扁平上皮癌も同様であります。このような、えー、併用治療をなぜ行うのか、副作用が増えるのに、なぜ併用治療を行うのかというのの,の中に。 それかから繰り返しし行ううののという考え方の基本を2つをつ示しますまず1つは抗がん剤を使うとがん細胞はちっちゃくなるんだけど抗がん剤を使うと正常の細胞もダメージを受けるのでお休みしていると正常の細胞は復活するんだけどがんも復活するということで一定の間隔大体3週間隔が多いわけですけど繰り返していくことによってがんをどん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 小さくできるというそういう考え方が1つ。 もう一つは癌の中にはいろいろな性質を持ったクローンというものが混在していて一つの薬では耐性化をしてしまうので複数の薬剤を用いることによって耐性化を防いでいこうといったような考え方で多剤併用化学療法というものが行われています多剤併用化学療法はどの薬がいいのかというのは実はなかなかあ 実際に比較研究というのはたくさん行われているんですがどれかだけが特段にいいということはありませんでそれぞれの薬の特徴を選びながらあるいはですね病院によってうちの病院はこの治療が慣れているので安全にもし副作用が出た時にもすぐに対応できますよといったような要素も含めて選ばれることが多いですのでちょっとガイドラインで。 書いてあるのとうちの先生のとちょっと違うよってよく聞いてみていただくと私たちの病院ではこれがすごくいいのでガイドラインの一番この辺に書いてある一文に書いてないんだけどいいんだというようなことも起こってくるのはそういった事情かと思います投与スケジュールというのは主にま3週間ごとに使っていってそれを1コースとして1ヶ月2ヶ月やってだいたい4コースから6コースぐらいを治療していくというのが今の標準的な方法であります 用いら白金製剤一番用いられるのはシスプラチンという薬剤でありますがこの薬剤はちょっと腎臓にダメージをきたしやすい一部の患者さんには非常に強いダメージをきたしてしまうのでできるだけ腎臓のダメージを予防するために腎臓のところをお薬が通る時に薄めていくという目的でおしっこをたくさん出していただくために かばかばお水が飲めればいいんですけれども最初ちょっとやっぱり飲めるかわからないということで点滴を使っていただくという方法が推奨されていましたが昨今ですねそれは何も点滴しなくてもいいと口から飲めればいいだろうということでショートハイドレーションという方法がだんだん一般化してきていまして今肺がん学会でもショートハイドレーションを進めようということで患者さんが今までは12時間以上点滴につながられていないとできない治療でしたが。 半日あるいいいいはもっっとと短い時間でこの治療をしようというようううなな動きになってきにててますカルボプラチンというのはこのシスプラチンの腎毒性というのを軽減するような目的で用いられるんですが若干他の副作用が出てくるので出てくるのと治療の組み合わせによってはシスプラチンの効果が高いといったものがありますので現在このシスプラチンとカルボプラチンそれぞれの薬剤の特徴をうまく組み合わせて実際の併用療法に 用いられているのが現状であります続いて代謝拮抗薬非非扁平上皮癌の中ではペメトレキセド商品名がアリムタといいますがこれが最も用いられている薬剤でありまして比較的過去の薬に比べると副作用が軽いというふうに私たちは考えているんですがやっぱり初めての患者さんにとっては軽いとは言っても血小板が下がりますあるいは皮疹が出てきます患者さんによってお熱が出てくるという,ような副作用があるので 軽いといいととうことではなななく適切な管理が必要になってきてきますもう一つ重要な系統の薬剤としてタキサンと呼ばれる薬剤特にパクリタキセルナブパクリタキセルドセタキセルという3つの薬剤がかなり頻繁に用いられます。これはあの タキサンというのはもともと西洋一の木などのような自然物質から抽出したものを合成していくような形で使われているんですが副作用としてちょっと特徴的なしびれであったり それからこの薬が少し水に溶けにくいことからアルコールを使わないといけないというような問題があって若干実際に使用していく上ではいくつか困難な点がありますがやはり効果は強力でありますので多少の副作用があることが十分分かった上ではありますが現在も主力の薬剤として用いられています血管新生阻害剤という薬剤今まではベバシツマブ商品名がアバシチンというのが肺がんの中では一部の患者さんには使われていましたで、この 薬剤はですね、ん剤の効果というよりは併用することによってその併用する薬剤の効果をより高めるような形で用いられることが多いですでつい先頃同じ系統の薬剤としてラムシルマブ商品名がサイラムザという薬剤も承認されましてこちらは二次治療の薬剤として今後用いられていきますので今まで以上にこの血管新生阻害剤という系統の薬剤が用いられることになっていくだろうと思います。えー、と抗がん剤の副作用 いっぱいあるのであんまりこの図をお示しするのは僕はあのちょっと不安なんでありますがこれ全部の副作用が全ての患者さんに出るわけではなくてこの図の見方はですねご自分で分かる副作用とご自分では感じることができないけど検査をすれば分かる副作用それから時系列に従って投与の非 その日に出てくる可能性それから1週間ぐらいすると出てくるもの3週間ぐらいして出てくるものということで時系列によって違うというのが特徴ですのでこういったその副作用の特徴はつまり抗がん剤を使って3日目のあなたにとっては考えなくていいものがほとんど今のあなたにはこの副作用をチェックしていきましょうねっていうような形でお使いいただくような図だと考えていいいまますすろろんなとところでこでででれれダウンロードできますのでご利用いただければと思います。 さて残りの時間で分子標的薬についいいて、えー、触れたいと思います分子標的薬は科学の発展により分子メカニズムそれこそ細胞の設計図が分かったことによって眼科化のメカニズムが分かりそのシグナルどんどん勝手に増殖してしまうというシグナルを止めることが目的で、えー、見つけられた薬であります。肺がんメカニズムが解明し計画的な設計がされたためにそういった特徴を持った患者には高い効果があります。 一方で今までと従来と全く違う副作用プロファイルが出てくることが分かっていますが、いまだにその高い患者さんの選択性個別化治療という意味ではキーになる薬剤かと思います。一例として EGFR 治療新規なデスガイザイレッサタルセバジオトリフトで薬剤のメカニズム。 のを簡単にお示しイラストでお示ししますこれ細胞なんですけれども細胞は外から本来は増えろというメカニズムがあって初めて増えて、えー、二次メッセンジャーここでは黄色いパックマンみたいなですねこれが二次メッセンジャーというのを伝えていって細胞核内の遺伝子に分裂しようというような指令を与えるんですがこの中にですね表面についているアンテナのようなリセプターにちょっと変わり種ができてしまいます。E、変異 と言われるタンパク質ですが変異したタンパク質がありますとこいつがですね外からの指令がないのにどん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 増えてしまうちょっとタちの悪い細胞になって発がんという現象が起こりますここをブロックする薬剤がイデッサタルセバジオトリュフですのでもうこれでがんはこうういいったたを抑えられるという期待がありました今から十数年前に夢の新薬ではないかと言われたのはそういった理由だったんですが。 今十数年経って肺がん分子標的薬のすみません。これ限界なんであります。限界であります。なぜかというと、効くということが予想されたのに、すごく効く方は実は7割ぐらいでして。3割の方は分かっているのになぜか効かない。それから一回効いたのに。一年ぐらいすると、再発をしてしまう方が多い。さらに。 一回聞いたのに再発したときには全然効かなくて耐性、まあ、遺伝子というものが見つかっていますがそういったことが起こってきていてどうもこの一剤で全てのがんを感じさせることはできないだろうということが分かってきましたでその薬剤耐性に対しては薬剤耐性の主なるメカニズムは遺伝子異常だということで T790M という名前の新しい遺伝子 変異がこの薬剤の耐性をもたらすことが分かったんですけどもではその薬剤にすごくよく効く薬を設計しようということで一番右に 3G と書いてありますが第3世代のチロシンキナデ阻害剤薬剤これは T790M というその耐性遺伝子これ図の下にあるほどよく効くということなんですけど。 下にこの T7HPGM があってもよく効く薬剤として商品名がおし一般名がオシメルチニブ商品名タグリストという薬剤がつい先頃承認されましたこの薬剤の特徴はですねこれはあの私どもの患者さんですけども左の肺にたくさんの転移があってもうすでにここまでにいっぱい治療なさって えー、それでも治療効果が落ちてしまったんですが政権を受けていただいたところ T790M という耐性遺伝子があることが分かりましたのでこの商品,をタグリス商品名タグリストですねおしめるチニブを使ったところかなり早い時間で 効果がありまして腫瘍がかなり小さくなったということで全ての方にこれだけの効果があるわけではありませんけれどももう数年来の治療をしてなかなか単に治療がないといった方にまた新しい福音としてこういった薬剤が見出されていますただこのタグリスソが夢の薬とも言い切れないのはその患者さんに本当にこの薬を効くかどうかもう一回調べないといけないんです肺がんだということが分かって気管支鏡などを受けになられた方多いと思いますが 再発した時にもう一度がん細胞を取ってきてこの薬が効く遺伝子をお持ちかどうかを調べないといけないということで今肺がんの現場では治療で体制化した後にもう一度再生検をさせていただきたいということが起こっていますこれは皆さんにもご負担だということも承知ではありますが新しい治療を見つけたくために非常に重要なステップだということで今肺がんの治療専門医たちは悩んでいるところでありますさてあの標準治療 これはまとめのようなスライドになるんですが何のこっちゃと言いますとですね今まではプラチナ併用療法 EGFR などの変異がある方は変異に対する治療薬をしていた二次治治療療として短剤治療だったそれがこれからはですね淡在治療としての二次治療のオプションが少しずつ増えてきていますので1つの薬で全てを解決できないかもしれませんが明らかに今までよりも治療のオプションが増えてきているので ぜひとも皆さんには1回目の治療が効いた効かないにかかわらず次の治療のオプションをどう考えていくのかということを患者さんと先生方とご相談いただきたいと思いますし一次治療があんまり効かなかったんだけど2次で使ったお薬がすごい効くということが十分期待できますのでその1個だけではなくいろいろな選択肢の中から何を選んでいくのかということを先生方と対話をしていただきたいというふうに考えます。 えっと私の発表としてはまあ薬物療法は大変進歩してきています個別化治療というものが一部では実現してきていますただ科学の発展で得られたことが皆さんのすべての方におしなべて応用できるわけではありませんのでお一人お一人の状況に関してきちんと主治の先生と対話をしていただきたいということでまとめさせていただきたいと思いますどうも皆さんご清聴ありがとうございました